はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズパート25やっていきたいと思います。とりあえずね、バニーちゃんたちの、家を作りました。しかも結構凝りましたねまずですね、壁はね、銀の、壁になってます。金はね、まだないんで、銀の壁にして、ちゃんとね、外はあの窓を、つけて、かつ寝るところはベッドでランタンも置いて、豪華なテーブルとソファーも、置いてあります。と、シャワールームもつけて、ちゃんとね、下は、銀のタイルに敷き詰めてあります。あ、ここはね、あの全部絨毯になってて、あと一応トイレもね、ちゃんと用意してあります。で、バニーちゃんの中で一番好きなのはこの赤い子かな、赤いっていうかピンクの子が一番好きですね。で、あと自分も、バニー姿になってます。で、耳はね、持ってないんで耳はつけてないんですけれども、装備自体はね、鎖片びらで、外見だけ変えてあります。まあ、そんな感じでね、結構これ作るの苦労したんで、凝るのはちょっとここら辺までに、していきたいと、思います。じゃあ金の、鉱脈探しですかね。ちょっともう一回話を聞きましょう。山彦の笛を使って金の鉱脈3つ探せと。坑道の下層、南西坑道の奥あたりで笛を吹くといい。迷わないようにワープで行きなさいと。じゃあ一回そのまんまワープで行きますか。南西坑道の奥ってどこ？ここマジで広いからな。南西坑道の奥ってまだ行ってない。こっちの方か。ここ宝箱があって、水があるね。ちょっと待ってね。あれ、山彦の笛ないんだけど。ちょ、お前じゃない。あれ、装備、装備、山彦の笛。あれ、ちょっと待って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 、なんだこれ。お、袋、道具として出すのか。え、そんな感じじゃないな。あれ、なんだこれ。ちょっと待って、長押し、あ、切り替えらんねんだけど。まあいいや。やまびこの笛吹く。これ結構長いんだよね、やまびこの笛。あ、来た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 。こっち、ここ、かなり遠くから聞こえる。よし、じゃあちょっと掘り進む。ってかさ、こっちでいいの。あ、一応向こうになんか出たね。あ、なんだこれ、ただ繋がっただけ。カンカン音がすんな。もう一回吹こう。もう一回、ちょ、めんどくさいけど。あ、あっちか。いや、これやっぱこれで進んでった方が早いな。おおおおおお、出てきた。広場に出てきたけど、これ石炭だな。あ、違う、爆弾石。何これ。回収していこう。ん、敵、あ、爆弾岩か。やべえじゃないこれ。あ、これメガンテ。あ、やべ、メガ、うん、てボン、飛び散った。新たなレシピをひらめいた。魔法の玉、鉄の玉、古びた魔法の玉。やつのメガンテを見て。じゃあこれで作れってことか。すぐ壊せないやつは OK。 普通の岩だし。え、爆弾の石ってちょっと違うの。あ、あそこに爆弾岩がいる起こしてしまった。ちょっと待って待って待って。あ、こっちで楽勝に壊せんじゃん。やった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 、分かった、倒し方分かった。これだ。岩は砕く、岩は砕くもの。メガ、うん、よし。いや、俺のが早い。スイカみてえだな、なんかいいぞ。いや、てかさ、爆弾石が手に入るところには来たけど、金の鉱脈ではないんだよな。まあ、ちょっと先へ進んでいきますか。こう、またお前もか。
ってなってる。これはもう一気にやばい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 、メガンテカやばい、やらせはせん。経験値すっげえ持ってんだけど、でこれ奥でいいのかな、もう一回吹くね。あ、こっちの方か。ほら、かなり近く。これさ、下に掘り進んでいかなきゃいけないとかってあるかな。一段どころかかなり下に。ああ、待って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 、あれそうじゃん、あれいる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 、なんかついに見つけた金の鉱脈、こっちだぞ、金掘るんだぞ。爆弾岩がいるけどね。いや、すげえすげえすげえ、てかすげえいっぱいあんじゃん金。鉱脈これだけでよくないか。これで夕方の報告会で金も上がってくる。残りの金の鉱脈を探さないとダメ。いや、いいでしょう、うん、ここだけでなんとかしようよ。青い魔物がヘラヘラしている。金を探してるんですかい。ちょっと金欲しい。結構硬いね。金を手に入れた。お、レシピ、インゴット、あ、そっか。基本だね、インゴットは基本だね。金ってやつか、やったな。キラキラしてて面白いじゃないか。ではちょっと待ってね、これか。これで少し足場を作って、ホイミスライムのところに行けね。ほいで、ほい、うへえ、あんたら金を掘り出すなんざすげえ根性してますね。なんかホイミスライムのあれじゃねえな。金を掘りたいならここから北東に行った商工基地の壁の中、商工基地からさらに北東に行った大きなキノコがたくさん生えたあたり、岩はじゃなくて金は岩の壁の向こうにある。山彦の笛がなきゃわからない。ハンマーがあっても岩の壁をたくさん壊すのは大変。爆弾岩から取れる爆弾石から何かが作れそう。ああ、魔法の玉か。金の鉱脈がありそうなのは昇降基地とキノコがたくさん生えた場所。なるほどね。ちょっと待ってね、ちょ、金を回収していきたい。勝った、いや、ガチ勝て。これでフォロー、いいね。とりあえずこんくらいあれば一緒。上がりを待った方がいいからね、これ。じゃあ、商工基地に行けばいいのか。商工基地の壁の向こうってどこ？あ、その前にあれだ。魔法の玉をちょっと作ってきますか。爆弾岩があんまないんだよね。商工基地ってでもなんか作るとこなかったっけ？商工基地の近くはないか。内側松明つけられんね。 あんまり暗くないからいいんだけど、あった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 、これで作れる。これ何、この扉欲しいんだけど、ね、回収していこう。藁の扉、大した扉じゃなかったわ。鉄の作業台、金がないと作れないか。魔法の玉はどれだ、あこれか。爆弾石3個も、でも5個作れるのか1個で。じゃあ作れるだけ作っちゃおう。15個、これで20個になったから。でどっち、マジでどっちって言ってた。もう一回探し方確認するか。はい、商工基地、ちょっと待って。とりあえず吹いてみっか。ちょ待って、めんどくさ、切り替えがすげえめんどくさい。ここでさ反応する、そもそも。んこっち、
あっち、おお、こういうこと、お、すげえ。ああ、こっちね、近くから聞こえる。魔法の弾置いてみようか。待って、はい、間違えた、はい、そこに置きません。これ魔法の弾にさ、セットしてるとさ自分食らうからね。ああ、こっち側に行けるようになった。え、ちょっと待って、もう一回吹こう。あ、こっちか。じゃあここにセットします。え、なんだなんだ、なんか今紫色のが飛び散らなかった。いや、どんどん置いていこう。早い、魔法の弾早い。あっ、あった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 。これ金ぶっ壊せっかな。お、金一気にゲット。きたー、見つけた金の鉱脈2つ目。人手が足りるか今鉄も発掘して、銅も発掘して、銀も金も発掘してるからね。次の夕方までにはちょっと3つ行きたいね。キノコ群生地でいいのかな。じゃあ砂1128、半端ない。ではではでは、じゃあまずは吹こう。まずは吹く。は、ちょっと待って待って、どこ、かなり近くから聞こえる。あ、もうこの下じゃん、なんか行けそうじゃん。え、ちょっと待ってね、もう一回吹いていい。あ、こっちだ。ちょっと爆弾置いてこう。あーったあったあったあった、近っか金金金、とにかく金金だ金。完全に金の亡者になってんな。金プリーズ。あ、金破壊されてない、硬いな。でもまあここは鉱脈発見でしょう。あ、金が後ろにある。山彦の笛すげえな。結構簡単に見つかったね。魔法の玉貸してあげようか3つ見つけられた。ゴールドンがゴールドマンになれる。ひとまず目的は果たした。よし、地上に行こう。で、あとはプールをね、作んなきゃいけないんで。これで金の素材が手に入ったから、それを使って最後の仕上げに行きますか。もうハートは特にいらないんだよね本当にご苦労だったな。よし、金鉱脈を見つけ、よく金鉱脈を見つけ出してくれたぜ。そんな感じかな。ゴールドダッシュが終わって何年も経つ。このままゴルドンが復活してどこを掘っても金が出たあの頃に戻るといい。これからは荒くれどもが少しずつ金を掘ってきてくれる。では最終調整に行きますか、バーテンダー。大切なのはこれから人を増やしプールを作って金を掘らなければいけない。今こそビルダーの金で新しい仲間を集めるとき。いや、もうマックスなんだけど。さすがです以前のような活気あふれる鉱山街に戻る日も近い。親バカかもしれませんが、ペロがいなければ鉱山街の復活はないでしょう。あれ、依頼が2つある。荒くれどもも増えるだろうし、今までの荒くれ寝床じゃ手狭だぜ。そうだ、多分足りてないよね、寝床俺らが泊まる新しい荒くれの寝床をゴージャスプールの近くに作ってほしい。いや、お前らの寝床じゃなくて、もうバニーちゃんの寝床でいっぱいなんだけど。宿屋を作る、壁掛けとベッド8個、壺が3個。ゴージャスな家具を置いたり、ゴージャスな床材や壁材を使ったりして豪華さを、星3つ。
金のかがり火、銀のタイル壁で壁を作ったりすればいい感じの豪華な部屋。あ、そう、バニーちゃんの部屋結構ね豪華さ高いんですよ。部屋自体が広くなきゃダメかもしれない。まあそうだね。お前らのための寝床なんて超どうでもいいんだけど、ただの広いさ藁の寝床でいいだろ。最近は荒くれたちの大衆が街を追い、僕の鼻が破壊されそう。シャワールームがあるけど筋肉たちの数ではとても足りない。改築してほしい。シャワーを4つ置く。壁掛けタオル、ついたて明かり2つずつ。できるだけたくさんのつながる窓をはめ込む。どうしてシャワールームに窓がいるのか。スケスケシャワー室。まあこれは別で作るか。じゃあ、うわー、もうここ結構ねあれなんだよね。このバニーちゃんたちの部屋がすげえ使っちゃってるから。待ってね、今延べ棒があるからロガネ2つしかないんだよね。これいいや、ちょっと中止しよう。で、まずはそうかそうかそうか、金を炉に入れなきゃいけないんだ。これ49個も持ってんだいや全部投入しちゃおう。ほいほい。で、金は出来上がりかな。ちょっと遅そうだね。あ、結構時間かかるな。じゃあその間に荒くれの寝床を作るか。一応ね、ラインとしてはね、ここの、そう、ここに行くともう町の外なんだよね。だから荒くれ寝床、もうちょっとこれをこっちに持ってくればさ。いや、でもバニーちゃんの隣に荒くれ寝床なんて置きたくない。こっちだな、じゃあ。ここは、間違えちゃった。待って。これなんか鳴るの？何が鳴ってんの、これ。わかんねえ。ま、いいや。かなり遠くから聞こえてる。何が？じゃあちょっとこっちに進んでいきます。あ、もう外だなこれ。外だけど大丈夫かな。どこだ、なんかなんていうの、あれがないから分かんない。そのラインを自分で引かないとどこがどこだか分かんないんだよね。ちょっと邪魔だから。あ、一段上になってない。ここ後で階段置こう。穴開いてる。はい。で、シャワールーム、じゃあここのシャワールームを改築。これシャワールームじゃねえし、ベッドルームだった。マッサージルームかこれ。あ、じゃあここのシャワールーム改築すればいいんだ。縦長にしよう。別にこれ残しておく必要はないって言ってたからね。ちょっとおばちゃんごめんね入らして。だ、とにかくでかくしよう。じゃあっ4つって言ってたよね。で、これ1回ちょっと壊します。で、これも1回壊します。ちょっとこれも壊すわ。で、1、2、だからこうか。こうやって縦に伸ばすの。で、こうやってシャワーがある。ちょっと待ってねこれいいよね、ここやっちゃって。別に大丈夫でしょ。あの設計図通りの目的さえ果たせば大丈夫だと思うんで。ではではでは、ここにね、あれ台置こうかな。遠いんだよね。あ、そっか、スケスケシャワー室だからあれか、窓か。窓、25個くらいでいいや。
からの明かりはランタンでいいでしょう。ランタンのが見てくれがいいからね、松明より。で、壺2つって何だろう。いや、4つあれば大丈夫でしょう。そろそろ夕方になってきた。で、シャワーは4つ、今1個持ってるのか。じゃあ3つ。ついたて何個って言ったっけ。2つからでいいや。で、ちょっと待ってね、これは違うね。あ、木材がね、木材マジで足んね。さて、金が上がってくるゴールドだな。まあ、ゴールドにもあげなきゃいけないからね。74個。金が一番すごいんだけど。3750と一瞬でたまるなこれ。あと1250って、荒くれどもの活動量が半端ないんだけど。あ、ちょっとお腹減ってきたな、これ食べよう。さてさてさて、ではではではよ。まずシャワー、ちょっとここら辺のイングを変えよう。で、ついたてで、シャワーの置き場ね。シャワーはこうやっておこう。こうで、壁をここに作るからこうで、2マス開け、ちょっと待ってね、2マス開けての、ちょっと待って、このなんだ、裸のやつらなんだ。お前らシャワー浴びたいのか。ちょっと待ってくれ。2マス開けてのこう、2マス開けてのこう、よし。で、ここについたてを、ついたてでいいの、もういいや、わかんないから、ついたてでいい。水漏れそう。むずいこうで、こう、水漏れが半端ないことになりそうだけど、まあ、いちいちそこまで気にしてらんないから。で、タオルもそんなにいらないんだよね。でもやっぱりさ、4つ分欲しいじゃん。じゃあここ濡れるけど、もうしょうがない、そんなに広いの取ってらんないからね。これをもうちょっと広げなきゃいけないんだよ。あの銀のね、インゴットはすげえいっぱいあるから。で、こう、あと何を決定したっけ。いるか、あれ、セルジ君どこいるんだ。奥か。もう一回聞きに行きます。あ、スケスケだ。そうだ、お前さ、なんかふんどし効かなくか、タオルで寝てなかったか。4つ、壁掛けタオル、ついたて明かり2つずつ、つながる窓、つながる窓ってさ、こっちでよくないか。じゃあつながる窓の条件が分かんねえな。ちょっと一回これでやって、こっちからだと覗きができないからね、うちの町の性質上。ここをつながる窓にしちゃえばよくない？どれだ？線路とかさ、こんないっぱいいんなかったよね。すげえ気合い入れて作ったのに。つながる窓ってどこだ？あった、これだ。26か。じゃあこんな感じでいきますか。全然つながってないんだけど。ちょっと待って、位置が、これの位置が悪い。で、横にしなきゃいけないんだよ、横に置かなきゃいけない。これで、ちょっと待って、出れない。はい、よし、完全に覗き用のあれだな。
あ、一番じゃあ右端は窓にしなくてもよかったな。じゃあここまでで、ここはちょっと壁を置いて、でこうでこうで、ここに扉を置こう。いきなりあれか、ちょっと もう一段だな、もう一段。いや、こだわらないって言ったんだけどな、ちょっとこだわっちゃうよね、どうしても。もう一列ちょっと伸ばしたい、シャワーの都合上。よし、え、じゃあついたてもう一個欲しいな。まあいいよ。で窓の長さはこのくらいでいいのかな。いけねえんだけど、暗いんだよねやっぱり。よし、 OK、 これでいいんじゃないか。もういいやこれで。じゃああとちょっと扉、あ、扉持ってんじゃん、ちょうど。扉つけてシャワールーム、そこからタオルはもう OK、 タオル4枚ついてる、 OK。 くっちったよ。明かり、いや明かりだってランタンがいいよ。明かりはランタンにします。2個でいいよ。お、あいつが来ている。ちょっと待って待って待って、魔物みんな、戦闘要員が、待って、超邪魔なんだけど、強えし。約束を、ちょこのし、いやーやっぱ朝にした方がよかったかな。めんどくせえ、明かり起こせば。ちょっとここで寝よう。バニーちゃんの部屋で寝かしてもらう。見た目を変えるんじゃなくて、いや寝たい、座るじゃなくて寝る。いや俺もバニーちゃんだからここで寝る権利はある。いや実際名前の掛け札がないから寝る権利はないんだけどね。一人どっかで寝たんだな、かわいそうに。みんなご飯だよな最初。あ、この子ここに立ってる、ごめんね。お前らどうしたんだそう、何がいかれてるかって、このシャワーの中地面が砂なんすよだからめっちゃびちょびちょになるっていう、それだけ。ただそれはこだわらないと。じゃあ置いていきますか。じゃあ1個ここに置いて、そこに置けません、ここと。じゃあ奥に置く。はい、スケスケシャワー室できた。あいつ一生懸命来てんな今できたぞ、スケスケシャワー室を作ってくれた。なんたるスケスケ、素晴らしいスケスケ。ん？どうしてシャワールームに窓がいるのか。バーや坑道のような閉ざされた空間にいることが多い。だから僕は皆さんのことを考えて開放感あるシャワーを作ってもらった。いつかどこぞの可愛い子ちゃんが使わないかなんて思ってません。いや設計上覗くの超難しいよ悪いけど OK。 でやる気は出してくんないね。豪華な荒くれ寝床、これなんだっけ。ちょっともう一回条件を聞きます。アベット8個、坪さん。あ、条件自体は簡単だね。条件自体は簡単だけど、広めの部屋か。え、じゃあここのシャワールーム取り壊そう。ちょっと、一気に壊しちゃいます、ドン。あー甘いか、大丈夫か、ドン。おっしゃ、うわーやっぱりバニーちゃん。そう、なんでここに壁作ったのかっていうと、みんな転落死しそうだから壁を作っておかないとみんな死んじゃうんじゃないか、自殺者が出るからね。うわー、指導が起こってった。こういうことがちょっと起こりそうだから、ここにね一応壁を作っておいたんですよ。人間のあれよりでかければ
いいでしょう。じゃあ荒くれここに作るか。せっかくバニーちゃんのな寝床作ってあげたけど、よし、じゃあこんなもんでいいかな。とりあえず外壁は160個で なんとかなるかな。いや、ここね1個空間開けときたい。ガチで隣には作りたくない、ガチ隣には。だからまずは例によってちょっと外壁から、木材が足りない、木材調達に行ってくるか。よし、これで荒くれ寝床ができて、もう少し豪華さを上げなきゃいけないんで、なんか装飾品をじゃあ持ってきてあげますかね。寝ちゃったこれを切り替えたかったのよ俺は。待って超めんどくさい。これを破壊してベッドが破壊されてしまった。で、荒くれ寝床からなんか置くか。ちょっとまた作ってきます。あれ、これでそういえば金が集まるんじゃないか。金5000個集まった。早っ。これでゴールドマンか。作ってる間にたまったな。金が目標の数集まった。プール作る必要なくね。もうじゃあもう金の採掘量は十分だからね。ゴールドマン、やったー、元の姿戻れた。俺たちも嬉しいぜ。みんなのおかげ、みんなには感謝してもしきれない。メドーサボール、ゴルドンから奪った力を持っている。メドーサボールに力取られた。一体どこにいるのか。地下で聞いた噂、メドーサボールは恥ずかしがり屋で地下深くに引きこもってるらしい。引きずり出してギタギタにしてやろう。
島で起きている地震も坑道が壊れても原因はメドーサボールだとされている。強大な魔力を持つ化け物、おびき出す方法を考えなければいけない。みんなでお祝いしなきゃ。パーティーを開きましょう。住人すげえいっぱいいんだ。こうやって見るとプールも完成し、え、プール完成してねえよ。いやだ、プール完成してないから、アラクレネドコとかまだ作んなきゃいけないし。あれ、みんな何 見に行ってんのこれ。ああ、シャワールーム超人気なんだよね。覗きがいるんだけど、また覗くか。じゃあ覗きってか堂々と覗けるからね。いやこれ人気すぎだろ、どう考えても。でちょっと考えたのが、石のテーブルをまず真ん中に置いて、ここに置いて、でさらにランタンをね真ん中に灯す。おっ、ちょっと上がるね。大して上がんねえんだけど。豪華さが。え、金のやつとか置く？ちょっと夜はあれだから寝よう。あいつ、こいつ荒くれのところから来たな。お前荒くれじゃないだろ。まあ、ただ金は結構大量生産できるんで、あ、金の壁にするっていうのか。金壁にする。荒くれごと木で金壁か。いや、ちょっと作ってみよう。3、40個必要かな。いや、もう10個作っとこう。出血大サービスだよ。バニーちゃんでさえ銀だからね。これ全部金壁にじゃあ変えます。よし、オッケー。これでできた。星3だね。いやー、豪華すぎだろ。荒くれにしてはゴージャスな荒くれ寝床、取り合いになるな。いやー、ものづくりのかけらとかもういらないからね。てかバニーちゃんここから動かないんだけど。ペロは絶対渡さねえ。じゃあプールも完成まで持っていきましょう。あ、なんかできたレシピ。あ、これでブロックライトができるんだ。この人たち金の部屋から動かないんだけど。夜にならないと活動しないのかな。食料大丈夫？そういえばキノコはまだ58個あるね。サボテン果肉もあるから、まあまあまあ全然大丈夫そうだね。あ、俺がやばい。キノコハンバーグがもうないんだよな。金を少し回収していきましょう。まあ、59個あればとりあえず大丈夫でしょう。で、銅もちょっと減ってきたんで今大量生産してます。やっぱ釜4つ必要だね、そう考えると。まあいいや。で、じゃあここら辺もいきましょう。これが4つ。で、これが8。あれ？あと10ってこと？
え、何に使う？あ、銃ってそういうこと？ちょっと待って、こうか。いや、ガラスすげえ使ってんな。18個も必要だったっけ。石のテーブルも必要か。鉢の方とか多分作ってないからね。石の椅子に毛皮は必要なんだ。で、これでいけるかな。じゃあ、そうなんだよね、綿がないのよ。綿がマジで足りない。よし、じゃあ最後のプール作りを始めていきますか。これで完成。よーし、ようやくできたプール。お前泳いでたのか。俺が作ってる時に。まあいいだろう、作るのは俺の仕事だ。いや、いつの間に一瞬で着替えたな。ゴージャスプールが完成。疲れた、これは本当に疲れた。樽1個余分に置いてあるけどね。いや、もう採掘量とか別にいいんだけどね。ということはハッスルダンスか。ハッスルダンスを練習しておいた。いや、ちょっと他の3人にも踊ってもらおうよ。ダンスをしっかり踊るための設備が整っていない。ゴールドダッシュその2コンプリート。で、じゃあまたその誰だ、もうわかんねえ。ちょっと一回ハート回収しつつ、こいつか。踊るための準備、僕に心当たりがあります。踊り子のステージ、ダンスフロアに用意してあればいい。3つ。まあ、3つ置くだけだったら大したことないよね。踊り子のダンスステージ、しかも木材で作れるし。では置きますか。どこ、あそこか。またはしごで登んないとね、いけないかな。ではここに、ちょっと待ってね、置く。ちげえし、置く。ちょ、待って待って待って、
難しい。はい、 OK。 おばさんが先に踊るか。これだけじゃ踊る気になんてなれない。見るだけで気分が上がるような、自分を称えてくれるような、そんな素敵な装飾品がまだまだ必要。めっ、何これ、ブルーメタル、ペロの電飾を作るわね。そんなに何専用のものが必要なの。ブルーメタルってなんだよ、初めて聞くんだけど。踊る宝石が知っている。マジかちょっと踊ってみようか。ちょっと待って待って。というわけで、じゃあ次回はブルーメタルを探してまた行動に潜っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。